せっかく逃げる機会を与えてあげたのに、無責任だと思わないかい？くだらないプライドのせいで君が死んだら、世界はどうなる？私なら、たとえそれでも、生き残る道を選ぶ。姫様、さあ、こちらへ。ガーディアン。聞こえませんでしたか？今はわがままを言っている場合ではありません。姫様には、王国を取り戻し、みんなを幸せにする義務が。さあ、今すぐ。ガーディアン、嘘をつかないで。ちゃんと答えて。タワーの人たちに。ひどいこと、本当にあなたなの？姫様、私には、姫様を騙すつもりなど、今タワーで起きていることは、すべて、私が企てたものです。どうして？もちろん、世界を救うため、カンタベリー王国の再建のため、そして富裕層のみんなに、未来を、私の目を見てください。私が、嘘をつ、じゃないですか。私が一番ちょうど入り用だったんですよ。本当に本当にあなたの役に立った？はい、それはもうすごく嬉しいです。大事に使わせて。違うの。お、ガーディアンはね、いつもは優しいけど、プレゼントにはちょっとうるさくてね、いつもそれを隠そうとするんだけど、できなくて顔に出ちゃうの。ゴールドが入った宝箱なんてもらっても、そんなに。姫様、ゴールドなんかにここまで喜んだからって。ガーディアンはいろいろ好きだらけだし、ちょっぴりケチだったりもするけど、他のみんなを傷つけるのはもちろん、守らなきゃいけない人たちを犠牲、絶対にしないの。どうしてこうなったの？わけが私、すっごく悲しい。あなたが世界を救いたいって言ったのは、それは分かったの。だけど、あなたは、本物のガーディアンじゃない！全部、全部、君のせいだ。君がおとなしく、この子は、ずっと続く輝かしい人生、決着をつけよう。受け取る。さっきも言った通り、前のそのクソみたいな剣で戦争に決着をつけた時だから、いらぬ。好きにすればいい。たかがチャンピオンソードがないだけで、所詮それまでという。準備はいいか？ここに至っては話すこともない。さあ、
なんだ、これは、ありえない。これだけ力の差がありながら、なぜ、こんなことに。君がその剣を手にして、救世主の前に立ったとし、嫌だ。嫌だ、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 嫌だ。あそこだけは嫌だ。戻りたくない。君に想像できる何も存在しない虚無の世界を、何回も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 自分の過ち、精神が蝕まれていき、自分が守るべき、自分がすべきこと、そして自分の存在すら忘れ、その感覚が嫌だ。それ許さない。この世界から私も君も世界がインベーダーに支配、あんな世界、あんな結末を迎えるより絶対的にマシだ。そんな顔をするな。断言、君は私に感謝。あれ、私な、何が起こっ、みんなのもの、まさか傷がここ、今、何か起こらない。お、俺の体。これは一体。あのババア、エリナだ。魔界を、しっかりしろ、同志。私、そうだ。相手は一人だ。一斉。王を切らんとする陰謀の炎は、いかな理解できないだが、お前たち、よくも、よくもリリスを。
女王の神殿に土足で踏み入った愚か者たちめ、生きては帰さん。一匹残らず殲滅せよ。一体何が？なぜ起爆しない？間違いなくボタンは押した。エルバクテリアは、さっきの、あの日。抗体？エルバクテリアの分解作用。つまり、あの結末は、なんだ。要するに私は一人時期を起こして大暴れしてたわけか。このループは全て計画されていたんだ。この世界は救われる。そして救うのは私じゃない、君だよ。君なんだよ。君とそこのお姫様だ。私じゃないんだ。私はもう何もしなくていいんだ。ああ、生まれてこんなにすっきりした。私は自由だ。全てから解放されたんだ。戦争も仲間も全部君、そう、全て分かった。ありがとう。まさかこんな素敵なプレゼントを。私はこれ、自由になった。果たして君にも解放の日は来るかな。幸運を祈るよ。いつかそれを必要とする時は来るだろう。イスタワーで起きた惨劇は魔界に大混乱を巻き起こした。勇者だと思われていたガーディアンの陰謀、エル・バクテリア、浮遊城の仲間たちの行方、謎は深まるばかりであった。しかし、生存者たちはその旅路を歩き続ける。倒れた者たちの記憶を、その胸に刻みながら。